よし、今のうち解いとこ。ちょっと反省会や、こむちゃん。こむちゃん何してた？あの時。こむちゃん今、フラフラしてたよな、こむちゃんな。ちゃんとね、回復させるか、あれやで、攻撃するか、どっちかちゃんといかんよ、こむちゃんね。よし、行こう。さあ、行くで、こむちゃん。ほらほらほら、早速いんのよ、ここに。急に相棒とか言うのやめてくれへん。もう言ったことないやろ、相棒とか。ボロボロス、怒れ怒れ。俺の狩猟やぞ、言うてね、怒れ。危ない、あ、家がせ、家がせ、家が、オッケーオッケー。落とせ、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 レウスを。危ない、危ない。ため切りや。いけ。落ちろ、落ちろ、カトンボ。あ、やばいやばい、やばいやばい、巻き込まれる。危ない危ない。あかん、あかん、あかん。あかん、あかん、うーわ。あかん、あかん、動けへん、動けへん、動けへん。それはない、それはない。あヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。モンスターハンターワールドベータ版、今回もやっていこうと思います。はい、シングルプレイでね、やっていこうと思います。はい、こちらのね、ベータ版の配信期間がね、3日間ということで、そのね、3日目に今入っておりまして、もうね、時間もまあまああと12時間ぐらいかな、しかないので、今回はね、このクエストは3つなんですけども、このターゲットのモンスター以外のね、モンスターとちょっと戦っていきたいと思います。まず、ボルボロスの狩猟。ここにね、ディアブロスがね、出てきます。で、ここ、アンジャナフのね、このクエストには、レウスが出てきます。なので、どうしようかな。まずは、ディアブロスから行ってみましょうか。ちょっと倒せる気がしないけどね。ちょっと他の動画見てたらね。ちょっとね、コウメちゃんと二人でね、ディアブロスの狩猟行ってみたいと思います。はい、ディアブロはですね、この大有塚キャンプのすぐ近くに出てくるので、ここがね、一番近場になりますんでね、ここのキャンプからね、スタートしたいと思います。はい、今回のね、装備はこんな感じでいこうと思います。まあ、大してね、何を装備してもあまり変わらないんですが、このアバターというかね、この装備でいこうと思います。はい、準備が整いましたのでね、ボルボロスの狩猟と出てますが、ディアブロスのね、狩猟に向かいたいと思います。さあ、コウメちゃん。なんかコウメちゃんすごいことになってるけどね。行くで、コウメちゃん。ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。さあ、ボルボロスはね、ボルボロスじゃないや、ディアブロスはね、このね、降りたところのね、この砂場にいるんですよね。ほっ。さあ、行くで、コウメちゃん。ほらほらほら、早速いんのよ、ここに。急に相棒とか言うのやめてくれへん。もう言ったことないやろ、相棒とか。さあ、まずはね、このベルセルクの甲冑を着ましょう。はい。ああ、潜りを早速。これね、ダメージ食らってものけぞらないんでね、いいんですけど、しっかりダメージは食らうっていうね。あかんが、危ない危ない。ちょっとね、使えるアイテムもね、どんどん使ってきたよね。防御力も上げて。
結構ね、弓とかボウガンとかね、このガンナー系でね、倒してる動画結構見ますけどね、あんまり体験で倒してる動画は見ないな。あかんよあかんよ、危ない危ない危ない。ダメージでかいよねやっぱり。こうね、皆さんマルチでねされてるんで、マルチ版の体力とこのシングル版のね、言うてたシーンだね、マルチとシングルでこの体力のね、なんて言うんですか、多さが違うと思うんですよ。なのでシングルだったらね、ある程度は体力少ないとね思うんですけども、どこや出口。さあ再挑戦。一応ね、今回モンハンワールド9回死ねるんでね、うん、9回死ねるというかね、もう多分9回も死んだらもうやめとこうってなるでしょ、普通は。無理やってなるでしょ、それ。その9回までメンタル持たへんわ、もう。なんでやねん、それ当たんねん。ダブルクロスとかね、このクロスシリーズ、そして普通のねモンハンのシリーズとかでもね、どっちかというと僕ディアブロはね、苦手なタイプなんですけどもね、ただ勝てないということはないよね。もう向こう行ったやん。やっぱりね、モンハン新作出たら、それなりに、なんて言うんでしょう、新モーションとかね、追加されてるんでね、やっぱり強く感じたりするよね。こっちじゃないんじゃないか？こっちじゃないんじゃないか？生態マップからキャンプを選択することで、ファストトラベルすることもできますよ。そんなとこ行く？いつも下潜んねんけどね。あ、外出たわ、珍しい。いつもね、大体地下におるんですよ。どこ行くねん、ほんで。後期。外出てきたん初めてちゃうかな。一発食らうとね、半分ぐらい持っていかれるよね。コムちゃんナイス。ここ段差使えるよ。オッケー。イエーガー。危ない危ない危ないよ。家がせ家がせ家がせ、オッケー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 。はよこけろはよこけろ。おい、オッケー。アングルがアングルがあかん。コムちゃん気をつけろ、潜ってくるぞ。危ない。ちょっと登ってる時やめてや、それ。てかやめろってそれ。
ピヨンのよ、ピヨンのよ。あー、あかん、ピヨった。あかん、これはあかん。これはあかん。うん、やっぱね、ソロでやってるとね、その、やっぱり自分狙ってくるからね、あの、狙われっぱなしになるから、その辺やっぱちょっと辛いよね。尻尾くるよ、尻尾。うん、吠えるだけ吠えて移動か。どこ行った？これね、時間も結構取られるからね、移動したらね。あ、戻ったね、戻ったね。オッケーオッケー。ん？おらんぞ、おらんぞ。真上におるんやけどな。この上か。声は聞こえるね。スリンガーに弾が装填されていません。近くに利用できるものはありませんか？やっぱまあ慣れなんでしょうけども、このワールドマップがね、やっぱり非常に見にくいのと、これターゲットカメラがねすごく使いにくい。あ、ボルボロス来たね。ちょっとね、製品版ではいろいろ改良されてるかもしれないんですかね。戦ってくれ、2匹で戦わない？戦え。ボロボロス、怒れ怒れ。もう俺の狩猟やぞ言うてね、怒れ。ほら、これターゲットカメラがねすぐ解除されたりするんですよ。ほら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 、これは何やねん、どうなってんねん、これ。これがねちょっといまいち僕よくわからない。あかん、あかん、あかん。あ、ナイス、ゴムちゃん、ナイス。ターゲットカメラがなんでこれすぐ解除されんの、これ。そこが僕ちょっとわからないな、全然わからないな。見にくいし、疲れてるよ。こう潜るときにターゲットカメラがこれ反応しなくなるのはわかるんですよ。これ最中になんか変なところロックしたりとかするのやめてくれる？来るよ来るよ、出て出て出て。とりあえずこの画面内にこのモンスターを収めてやなあかんのか。ほら、またまたこれ、ほらご覧ください、ターゲットカメラねもう外れてるんですよ、これだけで。なんなんやろな。ピョッてピョッてピョッてる。
あかんあかん、ホームちゃん、早、ホームちゃん、早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 、オッケー。あかん、全然戦えてない、ダメですね。あー、移動しちゃったね。あ、おるおるおる。攻撃力上げて、防御力も上げて、で、ベルセルクの甲冑を切る。オッケー。硬い。硬いのはどうしようもない。残り5分です。硬い、硬いのはどうしようもない。もうあえてターゲットカメラ使わん方がええんかな。なんかね、変なアングルになっちゃうんでね。こうやってもう昔のモンハンやってる人はこれの方がいいかもしれない。いちいちこの、なんていうんですか、右ジョグでもう相手を追う感じの方が。今回非常にターゲットカメラ使いにくいです。ベータ版やからかな。あかんよ、あかん、あぶ。罠も使ってけ。オーケー、ナイス。あかん、吹っ飛ばされへんのちゃうんかこれ。ベルセルクの甲冑、あかーん。飛躍が欲しかったね今回ね。あれかな、調合したら飛躍作れんのかな。飛躍って何と何やったかね。疲れてるよ。赤が、赤が、どこ行った、どこ行った、下行った。あ、寝るんか。おい、寝んねやったら寝る、起きんねやったら起きる。あかん。残念ながらクエスト失敗してしまいました。またお会いできるのを楽しみにしています。うん、やっぱりね、体力多いよね。そしてね、もうディアブロに負けたというよりもね、あ、なんかちょっとかっこいいやん、ほら。もうカメラとかね、それに負けるよね、やっぱり。慣れないとダメですね。はい。はい、じゃあね、次は、リオレウスのね、狩猟に行きたいと思います。それはこの3つ目のクエスト。うん。この古代樹キャンプっていうところがね、一番近いんじゃないでしょうかね。うん。リオレウスの狩猟、やってみたいと思います。
はい、リオレウスはね、皆さんご存知の通り火吐きますんでね、この非耐性の強い防具でいきたいと思います。はい、準備が整いましたので、リオレウスの狩猟行きたいと思います。さあ、コムちゃん行くで。嫌な予感しかせえへんな。うん、行こう。さあ、始まりました。ちょっと支給品もちょっともらっていくのと、ご飯ね、食べてから行きましょう。サクッと食べていこう。よし。あ、コムちゃんまだ食べてなかったね。ごめんね。はいはい。じゃあ、レウスはですね、まずこの下に降りてと。こっち。こっちにね、レウスの巣があるんですよね。この辺りはね、非常に迷いやすいからね、覚えるまでは大変です。いるんじゃないか?ほらほらほら。いたよ。コウメちゃんあれやで。こいつやこいつや。行くぜ、コウメちゃん。あかん、いきなり毒食らった。レウスはね、ほんで飛ぶからね、毒消し毒消し。あかん、狙われてる狙われてる。あ、危ない。これね、火と毒をね、やっぱり気をつけなければいけないよね。うーい、危ない危ない。あれ狙ってくるからね。うんうん、どうなってるどうなってる。危ないよ、はめられた。危ないよ。でね、この滝も決壊するんですよね。お、コムちゃん頑張ってんのか。どこにいんねコムちゃん。あか、嘘やん。風圧よ。あかんって、あかんって、あかん、あかん。毒も毒も体力も毒も体力も。あかんか。あかんか。逃げるのでやっと。もうそのホバーリングやめろよ。あ、やばい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 、巻き込まれる。危ない危ない。あかん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 。うーわあかんあかん。動けへん動けへん動けへん。それはないそれはない。あー、もうむしろよう生きてたな。それでこれはあかんわ。はい、こういう時はですね、マップを開いて、こうやってね、キャンプに選ぶと、マップからね、移動することができるんですよね。ヘイ、タクシー。はい、戻ってきました。でね、テントの中に入ると、装備を変えたりだとか、ね、アイテム持っていったりできるんですよ。でね、体力も回復するんでね。OK。さあ、さっきのところにまだいるんじゃないか、レオス。あ、おるおる。さあ、コウメちゃん行くで。あ、そうですや。あれを着よう。あ、ちゃ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 、これこれこれ。ん?来てくれ、来てくれ。これを着てくれ。OK。ベルセルクの甲冑を着て。いざ。待って待って待って、まだしゃがんでるから、まだしゃがんでるから、ちょっと待ってって。せかやな、レウス、ほんま。危ない危ない。ほら、滝が決壊していけるようになってる。
着地してレウスほんまにあかん。ちょっとねベルセルクの甲冑でね痛みは感じひんけど確実に HP はね持っていかれてるんでね。あかん当たらへん、あか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 んで。オッケー、さあ乗ったよ乗ったよ。危ない危ない、家がせ家がせ家が、オッケー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 、落とせ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 レウスを。危ない危ない危ない、ため切りや、いけ、落ちろ落ちろカトンボ、オッケー。さあチャンスチャンス、畳みかけろ。コメちゃんどこ行った、ほんでああ移動した、逃げてったね。ここにね卵あるん、あ、これちゃうわ。これとちゃうわ。これや。ここに卵あるから、ん？調べれへん？あ、調べれへんね。あれ、いつも卵あるんやけどね。アホのね、卵をいらってたらね、レウス来たりするんですけどね。お、卵ないやん。なんかあの辺におるよ、飛べないこの辺。あこやあこや、あこにおるぞコウメちゃん。ほっ届いてない。あそこにモンスターがいるにゃって、コムちゃん遅いよ、もうとっくに戦ってたよ、もう痛い、うーい、足狙え、足こかせこかせ、ほい、ほい、疲れてるよレウス。オッケーオッケー、あと10分、オッケー、いけいけ、もう一発、オッケー、コメちゃんも攻撃して、コメちゃんも、オッケーオッケー、ええよええよええよ、コンボコンボ、いい感じよいい感じよ、
あ、方向された。あ、やばい、落ちた落ちた、やばいやばい。ちょっとね、狭いところで戦うのはね、危ない。おう、風圧風圧。広いとこか、広いとこ。おい、着地して着地、着地してください。レウス痛い、あ、危ない。コウメちゃん大丈夫か。よし、アイテムも使っていこう。アイテムもなんでそれを置いた、なんでそれを置いた。違うね違うね、それちゃうね。あー、まずい。あかん。よし、今のうち解いとこ。ちょっと反省会や、コウメちゃん。コウメちゃん何してた、あの時。コウメちゃん今フラフラしてたよな、コウメちゃんな。ちゃんとね、回復させるか、あれやで、攻撃するか、どっちかちゃんといかんよ、コウメちゃんね。よし、行こう。さあ、時間もないからね。え？ここはどこ？最初のキャンプと違うよね、ここ。レウスは？うーわ、なんか偉いとこ行ってるよ。アコはどう行ったらいいの、これ。遠そうやね。呼ぶか、数に行きましょう。まずあー、夕方になってきたね。やばいぞ、時間との勝負だ。うわ、今回卵ないね。いつも卵あんのに、なんで今回にかけて卵がないんだ。いかんねいかんね、これは。ここか、ここどうやって行くの？こっちじゃないんかな。ああ、この層はこの層やね。第2層は第2層なんだけども、そこに行こうと思ったらどうなってる、それ。あと残り5分だよ、焦らすのやめて。これ降りてもうたらもう一層下になっちゃうのかな。マップがね、まだちょっとよくわからないんだよね。これで一つ下降りて、ぐるーっと左の方、もしかしてこういうこと。ん？動いたよ。なに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 、レウス動いてるよ。これ何これ。これね、ここ向かってるとかいうこと。最寄りなんじゃないか、ここ。ん？どこ？飛び回ってるけど。飛び回ってるけど、なんでこの辺一瞬チラッと光ったの、これ。ここ？ここへ行くの？
いやー、ここのね、マップはね、非常に難しい。うん。わからん、はっきり言って。だったか、どこやどこやねん、ほんで。このところどころでペケつくのは何なんやろね。真後ろぐらいか、これ。方角的にはこっちなんですよね。おお、これもう真上ぐらいやで、レウスの。この上か？あかん、もうこうなったら迷子や、もう。こうなったら迷子ですわ、もう。お、なんかいるよ。虫かご族。虫かご族のわなしが仲間になりました。そんなこと言ってる場合じゃないんですよね。もう時間ないよ。あれ？どこ行ったレウス？お前どこ行ってんねん。あかんねえ。これレウス倒そうと思ったら、なんかタイミングとかもあるよね。この動き回られたら、それ、移動だけでね、もう時間取っちゃうんでね、ほら、もう、残り1分しかないよ。これはきついね。残念ながら、クエスト失敗してしまいました。またお会いできるのを楽しみにしています。はい、ということで、今回はディアブロスの狩猟とリオレウスの狩猟行かせてもらいましたが、まあ正味ね、ディアブロには負けて、そしてリオレウスにはね、逃げ回られてね、まあ全然クエストクリアできなかったんですけれども、まあね、そのリオレウスに関してはね、ベータ版はね20分しかないんで、あんだけ逃げ回られたらね、ちょっと無理ですわね。でね、マップもね、やっぱ覚えないとね、なかなかね、思うところにパッパッといけないしね。なので、続きは本編でっていうことじゃないんでしょうか。モンスターハンターワールドは2018年1月26日に発売されます。まあね、このベータ版だけでもね、すごく面白かったんで、もう早くね、製品版がしたい。そして、ディアブロスとね、リオレウス、リベンジしたいと思います。オラワクワクすっぞっていうやつですね。はい、ということで、今回はモンスターハンターワールドベータ版をさせていただきました。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ、次回の動画も、ぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。